正直松本戦で勝って勢いをつけたかったんですけど、まあその松本戦で引き分けたっていうのも次の試合で勝たないと本当に意味がなくなっちゃうと思うんで。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。3月20日北海道コンサドーレ札幌。まあ先は長いなっていう印象で、対戦したことないチームが多いので、まあ今はなんですかね、個人のプレーのレベルを上げることだけに集中して、あとはチームの結果にこだわって戦っていければいいかなと思います。そうですね、全員の守備意識っていうのは非常に高いですし、まずはやられないことっていうのを前提に試合に入っているからこそゼロで抑えられていると思うんで、そのゼロに抑えてるっていうのを生かすためにも、もっとチャンスがあるときに得点しなくちゃいけないなっていうのは感じてます。全然やれてないっていうわけじゃないので、そこまで悲観するわけじゃないですけど、もう一個こうなんていうか、ゴール前での冷静さが足りなかったり精度が足りなかったりしてるのは事実であると思うんで、そこはもう個人のスキルの問題だと思うんで、そこを練習でどれだけ一人一人が意識してやれるかだと思います。今はサイドハーフに入ることが多いんですけど、サイドハーフに入った時はファーストディフェンダーになることも多いし、そういう守備のポジショニングも重要になってくるポジションだし、あとは攻撃面ではうまく前線の選手と絡んだり、前線の選手を生かせるような動きをしながら自分もボールを奪えるポジションを取っていくっていうのが仕事かなと思ってます。まあ、ここまでそのプレーどうこうよりも怪我なくいいコンディションでやれているので、そういう意味ではすごく充実して毎日いろんなことを学びながらできてるんで、はい、充実した日々を送れてるなっていうのは感じます。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。3月20日北海道コンサドーレ札幌。はい、正直松本戦で勝って勢いをつけたかったんですけど、まあその松本戦で引き分けたっていうのも、次の試合で勝たないと本当に意味なくなっちゃうと思うんで、札幌戦でホームで久しぶりにね、86をみんなでやって、さらに勢いをつけて次につなげられるように、そういうゲームをしたいなと思います。そうですね、無失点っていうのもありますし、すごく前向きにみんな捉えられてると思うんで、すごく練習の雰囲気もいいですし、いろんな若い選手が声出したりっていうのもあるんで、ね、すごくみんなポジティブに練習に取り組めてるなっていうのがあります。やっぱホームで勝たないと、せっかく見に来てくれた人たちを喜ばせてあげられないと思うんで、うん、また見に来てもらえるようなそういうゲームをしたいと思ってるんで、まあ、そこはサポーターの皆さんの後押しも必要になってくると思いますけど、まずは自分たちがいいゲームをするっていうのは、うん、一人一人がもっと強く持たなくちゃいけないなと思います。札幌戦では、なんていうか、しばらくやってない勝ち録をみんなでやりたいと思ってるんで、ぜひスタジアムに足を運んでほしいと思ってますし、また来てもらった人たちにもう一度見に来てもらえるようなゲームをしたいと思ってますので、ぜひスタジアムに来てください。よろしくお願いします。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。3月20日北海道コンサドーレ札幌。